はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はタウンホール11ね、ちょっと1個だけ見てもらえるものがあって、動画を上げていきたいと思うんですけども、まあ、1個というかね、同じ配置を攻めた、まあ、2つの攻撃のその違いというか、今回のこの相手っていうのは、まあ、タウンホール11と言いながら、まあ、このクランさんね、全体が、まあそうだったんですけども、だいぶね、早上げが多い。どこを攻めてもなんかこうね、インフェルノタワーがないタウンホール11とか、あとまあ10とかね、イーグルがないとか、まあそういうのが非常に多くて、その代わり、防衛施設のレベルはね、大砲とか、アチャトとかはしっかり上がってると、まあいうね、まあ変則的な相手だったんですけども、その相手に対してね、この配置、まあタウンホール11ですよね。11だけども、インフェルノとイーグルがない。ただまあ他の防衛施設は割ともう関数近くになってると、まあいう感じですよね。でまあここに、フラの城もあって、なんかすごいね、まあ変則的でいやらしい配置なんですけども、さあこれをね、今回、スミさん、クイヒーからのね、バルキリーボーラーで攻めていきます。で、今回ね、見てもらいたいポイントっていうのは、まあ、このクイヒーですよね。クイヒーとその主力部隊をどうね、合流させていくか。まあ、そこの合流のさせ方をちょっと見てもらいたいというふうに思います。で、まずは順に見ていきましょうかね。ヒーラーで、こうね、援軍を釣りってそこを処理しながら奥へ進んでいくんですが、デイジプラスここでね、あまりのゴブリンに、クロークまで使っちゃいましたね。で、こっからね、見てもらいたいんですけど、ここね、中に入っていくんですよ。ガーッと。そうすると、当然、クイーンが集中砲火を受けますよね。受けるんですけども、なんとかここを乗り切りたいということで、スミさん、もう一発、レイジを当てるのかな、ここは。結構、際どい。あ、いや、だからこれ違うか。もう一歩中に入って、レイジを打った瞬間にクイーンがやられると。いうことですよね。今ね、だいぶクイーンがね、ギリギリのところで耐えてたんですけど、そこに対してね、ちょっと傍観してしまった。で、それが今のね、クイーンの事故を生んでますね。で、そこから先っていうのは、バルキリーがね、まあ、バスターとこう合流をしながら、徐々にこう中に入っていってね、まあまあまあ、形は出来上がっていってるんですけども、いかんせんね、クイヒーをやってみて、クイーンがやられちゃうっていうのは、まあ、しかもこう序盤にね、で、その勢いで、ヒーラーも全部焼かれちゃうっていうのは、まあ、クイヒーを使った場合ね、まあ、事故る典型的なパターンになってきますので、まあ、残念ながらね、この攻めっていうのはこの辺りで、まあ、ほぼ、全部の能力を使い果たしてしまって終了ということになりますね。まあ、1分ほどあとありますけども、ちょっとこう早めて見ていきましょうかね。やっぱね、今のクイーンのここですよね。ここでやられちゃったクイーンがどうね、主力と合流していったらよかったのかっていう、ここがね、今回のスミさんの攻めのちょっともったいないところでしたね。クイーンといえどもね、やっぱり今クロスボウも強化されてきてますし、レイジをかけてもね、まあ、ヒーラーも今4体だったっていうのもありますけど、攻撃力に押されちゃうんですよね。で、押されないようにやっていかなきゃいけない。そのために何をするかっていうと、まあ、当然ながら一緒にこうね、ダメージを受けるその施設の数を減らしていくということがポイントになってきますね。で、それをね、どうやったかっていう話なんですが、これですね、ライジングさん、やってくれました。で、同じようにね、まあ、クイヒーを使うんですが、まあまあ、今回はね、ヒーラーが5体っていうのもありますね。でも、これでどう全開を取ったのか、ちょっとね、その全開の取り方を見ていきましょうか。で、まずここはね、ライドラーでね、一気に援軍処理から入っていきますね。フリーズプラスポイズンをかけながら、あとはもうライドラーの火力で押していくっていう感じですね。で、この辺の防衛援軍プラステスラタウンホールっていうところを一気にね、ライドラで壊していきます。まあ、このね、隅っこにこう、なんていうのかな、クラの城があった場合、まあ、ここで結構なコストを使いたくないっていうふうに考える人多いと思うんですけど、今のね、まあ、使う機会あんまないかもしれないですけど、このライジングさんがやったような、ライドラにポイズン、フリーズかけて処理するっていうのはね、結構使えるかもしれないですね。まあまあ、機会は少ないけど覚えておいて、といいかもしれない戦術ですね。で、ここなんですよ。今スミさんと同じようなところにこう入ってきてますよね。入ってきてるんですけど、ここでしっかりね、こう早めにバスターを出したりババキン出したりしてますよね。なので、こっちの施設の攻撃っていうのがクイーンにあんまり入ってないんですよ。なので、クイーンがギリギリね、こう打たれながらも耐えていって、
しかもこのギリギリ耐えるっていうのがまたいいことでね、しっかり防衛のターゲットも立ってくれるので、後ろから来る部隊もこうウィンウィンの形でね、一気に相乗効果を生みながら奥に入っていくという格好になってますね。でクイーンはこのままバスターに乗ってど真ん中に入って暴れまくることによってこの L 字が出来上がるので、そこをねこう一気にディガーで回していくということで、この配置は全開になりますね。まあイーグルフォーとねインフェルノがあったらまたこれが変わってくると思うんですけどね、まあ、クイヒーの回し方なんかっていうのは、まあ、全然難易度が変わると思いますんで、まあ、ただねこういう攻め方っていうのは非常にね参考になるというか、まあ、クイヒーを使う人でそこに何かねこうユニットを合流させていって、クイヒープラス例えばヒーロー部隊とかねボーラーとかを主力に押していくっていうような戦術を使う場合には、まあ、高火力地帯っていうところでバスターを突入させたりですね、ババキンを一緒に出してあげて、こう夫婦でね並行してながらこう並んで歩かせるみたいなねいう戦略っていうのを取ると、まあ、結構、クイヒーがやられずにうまくいくんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、結構日本でも上位クランの方なんかはまあ、ジョーカーさんとかねいろんな有名な方が、動画出してくれてますけども、こういう高火力帯の突破の仕方うまいですね。やっぱり、まあ、いかにねその回復量の限界を超えさせないか、まあ、フリーズを使ったりとか今みたいにバスターとかね他のヒーローを使ったりとか、まあ、ババキンかな、それをね、やっていくことがクイヒーの事故を減らしながら、綺麗にね全開まで持っていく重要なポイントだと思いますので、ぜひね今回の動画のポイントは2つ、まあ、1つは、クイヒーディガーっていう戦術の、まあ、その最初のねルートディガーのルート作り、あと、クイヒーを殺さないように、高火力帯をどういう風に突破していくかというところの考え方でした。というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼します。バイバイ。